特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと。仮面ライダーザビーを語ろう。どうもゆうちゃまです。仮面ライダーザビーは何人も変身者がいてるので、皆さんでの中でのザビー像があるかもしれないですね。いろいろいてますけど、変身者。僕の中では矢車ザビーが一番好きなんですよね。パーフェクトハーモニー時代。いやー、なんか久しぶりにこのパーフェクトハーモニーを言葉に出しましたね。こう兜を敵対視して、こう兜とザビーとの一騎打ち。平成一騎はライダー同士の戦いっていうのは外せないですよね。ザビーのね、あのライダースティングっていうパンチの必殺技、あの打撃系の技がいいんですよね。こう剣とか銃とかじゃなく、格闘系のライダーって今そんなに多くないんで、ザビーいいですよね。ザビーはいろんな変身者がいてるので、まあ、皆さんの中でもそれぞれ好みのザビーっていてると思うんですけど、あの鏡ザビーとか、あの三島ザビー、鏡ザビーとか三島ザビーとか、僕もね、あとは僕もですね鏡ザビーは結構好きかもしれないですね。最初、鏡ってザビーでやっていくのかなって思った時期もあるんですけど、意外と一瞬でもうザビー卒業というか。ザビーって後半でもうあのなくなっちゃうんで、そこが寂しいですよね。ハイパージェクターがあってもザビーのこのね、すぐこう回収されちゃって、そこから普通に出なくなっちゃうんですよ。兜初期を盛り上げたライダーザビー、結構好きでした。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。